どうも皆さん、お久しぶりです。メテオライトです。今回はですね、2015年秋パッチに、新しく追加された新マップオペレーションアウトブレイクでですね、ファントム武器が、簡単に手に入ると耳に聞いたので、取りに行きたいと思います。カラサバに入るだけで手に入るので皆さんもぜひ試してみてください。それではファントムが落ちている最も近い旗である C 旗に行ってみたいと思いますので、それまでカットいたします。はい、 C 旗に着きました。ファントムはですね、 C 旗の中にあるというわけではないので、ここで大マップに、ファントムがある場所を示しておきたいと思います。はい、それがこちらです。はい、皆さんお分かりいただけますかね。C と E の間のこの辺りですね。この辺りにファントムが落ちているので行ってみたいと思います。マップとしては、茂みが目印となっているので分かりやすいかと思います。茂みの辺りにファントムが落ちています。はい、こちらがですねファントムになります。で、自分はですねファントムの、やつ方が最初わからなくて、いろいろ撃ってみたんですが、どうやら銃では開かないようですね。で、どうやって開けるかというとですね、ナイフをですね、この今刺している、こちらじゃないですね、今こちらですね、今刺している、この箱にですね当てることによって蓋が開くので、それを拾うだけ、その中に入っているファントムを拾うだけで簡単に入手することができるので、やってみたいと思います。映像では分かりづらかったかと思いますが、蓋にナイフを当て、開けてですね、中からファントムを取り出しました。はい、以上がですねファントムの入手方法になります。皆様いかがだったでしょうか。以前の取り方よりははるかに取りやすいんじゃないでしょうか。これを機に皆さんもぜひファントムを手に入れてみてください。はい、それでは失礼いたします。